先輩、開けてください。開けなー今回はですね、先輩、開けてくださいというゲームをやっていきます。なんかね、後輩と思われる女の子が家に訪ねてくるんだけど、様子がおかしいみたいな感じのストーリーなのかなわかんねえや。ちょっとやってこう。なんでわかんねえのにそれっぽく言ったんだろう。初めから。どうなんだろうね。本当の知り合いの後輩だったらさ、 この先輩がただ単に嫌な奴だけどね。なんで開けねえんだってい。に。あ、来た鳴らすね、インターホンを。ドアまで叩いてくる。あ、俺やだわ、こういう感じ。せかされてる感じ。先輩先輩開けてください私です。いや、私っていうやつあんまいねえぞ。あんまいなくねえか、私ですっていうやつ 普通名字ぐらい名乗らない○○〇〇ですみたいな私ですって何そういう感じなの山川みたいなちょっと暗,暗号的な感じなの先輩いるんですよねいます目の前におなんかおしゃれだねでもなんか白真っ白でなんかドアが新しく感じんなもしかしてまだあのこと気にしてるんですか大丈夫ですよあなるほど先輩がなんかやらかしてしまったのか 食い逃げかな私もう気にしてませんから怒ってないですからあじゃあこの後輩の女の子に対して何かやってしまったってことなのかいやなんかもうすぐそっちの想像に行ってしまう最低だな本当に中学生以下なんだけど俺の考えがすみません嘘をつきました本当はまだちょっと気にしてます私がいるのに他の女の子とご飯を食べに行くって ちょっと嫌でした。あれこの女の子なんだろうちょっとなんかヤンデレ的なメーヘラチックな部分があんのかな付き合ってないのに言ってんのかなカップル関係になってんのかなあ、でも、先輩がその子の相談に乗るためって言ってたし、ご飯もそれ一回だし、もう行かないって約束してくれたから、もう気にしないです。大丈夫ですいや、そうやって言うやつめっちゃ気にするって、そんな長々とさ、過去の話すんなよ。だから、 そんな気にしないでくださいしてねえんだよこっちはおんめいなんだよ気にしてんのはその今日先輩の家に来たのは怒りに来たとかじゃなくて心配で来たんですああ心配が先,先輩が心配なら心配が先輩って先輩が心配なんだね先輩 <laughs> くだらね最近会えないし電話しても出てくれないから心配になってしまってそうだよね心配な先輩なんだよね心配が先輩になってしまったんだもんねあの今日 先輩の好きな唐揚げ作ってきたんですお唐揚げか惹かれるな食いてえな唐揚げこの前食べたいって言ってましたもんねですから今日はご飯、一緒に食べましょう先輩フルシカとなんだけど全く喋んないよそこにいるんですよねさっき足音しましたもんねどうして返事をしてくれないんですか 確かにこの先輩視点こっち先輩視点なんだよね逆とかじゃないよな私のこと嫌いになりましたかやきもちばっかり焼くめんどくさいやつだって思いましたかうん今結構思ってるやきもち焼くのってめんどくせえよなでも先輩のことが心配だったんです先輩が一緒にご飯食べに行った子あんまりいい噂聞かなくて「はい出た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 !た」 出ましたよ。お前すごいなぁいや俺こういう子嫌いだわなんかさその一緒に食べに行ったこの方の悪い噂を言う子っているよね出たぁもうブルギル並みだな出たぁがあすみません先輩はその子が優しくていい子だって言ってたし私もただの噂だと思ってたんですけどどうしても気になっちゃってあでも聞いてきたんだね悪い子のその子の評価を下げて自分を上げるみたいなただお前がそれを言ってることによってお前も下がってるからな あの怒ってますか先輩の知り合いを悪く言うなんて最低ですよね本当にごめんなさいうんじゃあ言わない方がいいかどうかどにお黙っちゃった先輩せめて顔だけでも見せてくれませんかん何をしたんだこの先輩の方が怪しく感じないかずっと連絡も取れてないから心配なんです何度電話しても出てくれないし ずっと会えてないしだから今日家まで来ちゃったんですけど死んでるわけじゃないよねもしかして足音したって言ってたもんね体調が悪いんですかあっ詮索してごめんなさい先輩は季節の変わり目にいつも風邪ひくから気になっちゃってめっちゃ先輩のこと知ってんね詳しいな大体このぐらいの時期に風邪ひいちゃいますよね <laughs> いつも看病してたら。 覚えちゃいましたえいつも看病先輩この時期に風邪ひくってもうそういう周期が来てんのかな花粉症みたいな感じなのかな今日も風邪かもしれないって思って先輩が好きなスポーツドリンクもあーいい子の一面もあるんだけどね悪い一面がちょっと強烈すぎるんだよな風邪ひいたら絶対食べたがるプリンも買ってきてるんですよ先輩って 意外と甘いもの好きですよねああなんかいい子に感じてきてんなただこの子は絶対ねうん付き合わない方がいいと思う絶対面倒臭くさくなると思う刺されそう先輩本当に具合が悪いんですかさっきからずっと黙ってますよねまあここ5分ぐらい黙ってますね5分ぐらい黙ってますね先輩がこの女の子が怖いからしかとしてんのかな声も出せないくらい辛いんですかあっ 先輩はいつものどかぜになりますもんねすみません長々と喋ってしまって体調が悪いのにいや長々ってレベルじゃないぞ長々の長々ぐらい喋ってるぞね先輩私の血の話聞いてますよね <laughs> <laughs> 心配になっちゃった先輩の体調じゃなくて自分の話聞いてもらえるか心配になっちゃってるよね今そうだよね 5分ぐらいしかとされてるからねそりゃそうだよねねえって言っちゃってるもんねあのとかじゃなくてもう友達関係になってるもんねお詫びにちゃんと看病しますからそろそろ入れてくださいここ寒くて私も風邪をひいちゃいそうですあ外なのかなこれはだからほら先輩開けてくださいおゲームタイトルを回収してきてる開けんのか 負けた？あなななななんんんんんだなんだなんだだだ？こっち今先輩視点になってきてな先輩なんかもうフォントとそのさ色がさ人殺ししたあとみたいない色になってるぞ <laughs> この女が嫌いだいつも隣にいる年下の女ヘラヘラと笑うの天気な笑顔いやなんかクソ野郎じゃねえか先輩あの人の彼女 あの人の彼女あの人の彼女先輩男子なんだよねあっこれ女なのか俺ごめん男だと思ってたわ私だってあの人ともっと早く会いたかったそしたら今頃彼女になってたのは私のはずだったのにまるで自分の方がよく知ってるとばかりに ペラペラと喋り続ける女に苛立ちが募る。握りしめた拳に爪が食い込む。おおすごい。小説書けるぞ、その表現。ムカつく、ムカつく、ムカつく。私の方があの人のことを好きなのに。あの人だって私を見てくれない。この後輩の女の子が主人公この、この先輩の好きな人の 彼女が後輩の女の子で後輩の女の子が先輩の家に来わかる俺の説明わかるよねこんなに好きなのにあの人の目は私を映さない優しく笑うあの人はいつもあの女を見ているうーわ俺女見る目な <laughs> なんかさ <laughs> 後輩めっちゃ普通にいい子ってことじゃ めっちゃ俺失礼アルコーいよめんどくせえわとか絶対付き合いたくねえわ刺されそうとかすげえ失礼なこと言ってるけどどう見ても刺しそうなのこの女だったやべえのこっちの女じゃん一緒に食事に行けたのも一度だけだった。私を見て欲しくて頑張ったのに一緒にいたかったのに彼女がいるからって断られて。 会うのが早かったらこんなやつじゃなくて私があの人の彼女だったのにやめろよ、お前後輩を。え私に優しく接してくれてもあの人の一番はあの女。わ、なんかやっちゃいそうじゃない後輩の女を。あの女といる時のあの人は。 見たことない幸せそうな顔で笑うそれが悔しくて苦しくて頭がどうにかなりそうだったもうどうにかなっちゃってるよもう頭がおかしくなっちゃってるよでももう大丈夫つらい毎日ともお別れだ握りしめたそれのギラギラした輝きに 思わず笑みを浮かべるこれはナイフとか包丁ってことだよねねっ <laughs> ねっほんとにほんとにやだほんと俺多分ね俺でも下ネタが苦手な女の子ってよく結構いるじゃんやっぱり下ネタって別に良くないもんだい,やいいものではないから俺でも下ネタが嫌いな女の子からしたら俺ってすごいね大悪党だと思うフリーザぐらいの存在だと思うわ 鋭く光るそれの切れ味はきっと私を幸せにしてくれるあの人は私をちゃんと見てくれるあの女さえいなければ私を見てくれるだって言ってくれたもん先に出会っていたら私と付き合ってたかもしれないってだから こいつさえいなければわたしはあの人の一番になれる。ああ。この好きな人がね、先に出会ってたらお前とは付き合ってたかもしんないな、みたいな軽い、軽はずみの一言をね、その人は覚えてないかもしんないからね、そんなこと言ってたの。適当に言ってる感あるからね、きっと。あの人はわを見てくれる。愛してくれる。先輩、開けてください。うわなんかそう考えると、この子めっちゃいい子に見えてきた。 めっちゃいい子じゃん扉越しに聞こえるあの女の声それにほくそえきながら私は扉を開けたおお<ー>いや待てよこれ後輩も自分の彼氏のことを狙ってる女がいるってわかって 先輩のことを殺しに来たんじゃないかなんだ俺のこのひねくれた考え。